はようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。4月4日日曜日の全国のお天気をお伝えします。アイコンで確認していきましょう。前線の影響で広く雨が降ります。本降りの雨となるところも多くなりますので、外出時は雨具が必須です。また暖かく湿った空気が流れ込む四国や近畿、東海などこちらの太平洋側ではザーザーと強まることもあり、また雷を伴う恐れがありますので、降り方にお気をつけください。降り出していないところもこの後は降り出してきます。また北海道は内陸部でしたり、また道東エリアを中心に夜になりますと雪となるところが出てきそうです。ご注意ください。雨の割には気温が高めとなり、昼間も過ごしやすく感じられるところが西日本や東日本の太平洋側などでは多くはなりそうです。ただ昨日よりも気温が低くなるところも多く、また日差しも届かないというところでだいぶ寒く感じられるところもあります。上着などで調節を行ってください。また西日本の西のエリアでは次第に雨が止んでいきますと、どんどんと気温が下がっていきます。こちらひんやりと感じられそうですので、上着などでの調節が必要です。さあ、そして今日の花粉についても見ていきましょう。さあ、今日は雨が降るということもありまして、花粉はこれまでと比べると少ない予想となっています。ただやや多いでしたり、東京は雨の降り出しが少し遅くなりますので多い予想となっております。花粉症の方は今日も対策は行ってください。以上、全国のお天気をお伝えしました。